じゃあグッドラック。グッドラック。はい。いやー今度こそちゃんと仕事したいな。人狼側もなちょっとリベンジしたいけど今回は善意ということで。よし働くぞ。ちょっとさっき全然働けなかったんでもう最初からちょっと城のアピールしていこう。あれ？あこれね。ちょ。あしかもなんか暗い。ライツが。序盤から仕掛けてきてるね。ああ俺の出番が。あれ違う。早い。早い。停電の方を向かう先にありましたね。今僕、クロリンと一緒にいたんで、お互い、シロは。私はタロリンさんですかね、うん。僕と一緒にいましたけど。うんあれタロリンさん、ふたばさん反対方向から怖かったんですよね。ふたばさんが反対方向から来て、来て僕たちに合流して、そうですね。それはもうだからすぐに行った時に博士が先行ってくれたんですよ。博士が先行ってくれたんで、二、うん、人行ってもと思って、くるくる回っとこうかなと思って。そしたら右からタロリンさんが来て、あじゃあ一緒に行こうって。でもくるくる回ってたらペンコさん気づきません？いや上の方から。あ上の方から左で上の方からこうもわかりますあの分かります分かれる場所わかります見えないんですよね。まだちょっと情報が少ないですね。さっき私が、YD さんと私リッタンとミドリンでいてミドリンがピュンピュンってやってるのは見ました、うんうん、あーありがとうありがとうミドリンは白かくて誰かコミュニケーションでタスクやってる時横に誰かおった記憶があるんやけどあれ誰やったっけなんかタロリンさんかリッタンかなって思ったんやけどタロリンは白衣着て、うん、結果ずっとあのクロリンとはあずっといた、ね、誰やろじゃああの横におったん僕もカフェテリアの上でタスクしてたんですけど誰か見てないですかねあじゃあ藤宮さんかな開幕です、ね、あじゃあ藤宮さんじゃあ僕だ開幕で下行った人っていますあ私来ましたね。速攻停電来たんで、うん、博士が行ったのを見て、じゃあ任せようってなって。多分あのルートで多分倒せるタイミングってなったら開幕した行くしか、あの時間だったらない気がするんですよね。分からん。分からんね。そうですね。まだ。うん、まだ。いやー、ですね、グッドラグッドラグッドラよかった。やられたのかと思ったけど、招集だったわ。いやー、今の会議の感じだと、双葉さんと、博士かな？うん。ちょっと怪しい寄りなのはね。てか、まだ暗いな。僕も、これ誰？あ、みどりさん。あ、そっか、名前すらあれなんだ。僕も仕事してていいよね、これ。仕事できるのかな、これ。うん、できるよね。なにこれ？あ、めちゃくちゃ簡単。そう遠い場合はもう他の人に任せちゃっても全然いいよね。タスクもこなしていかないとね。大事だからタスク。まあさっきみどりさんに白をあれ？あ違うこれストレージ。みどりさんに白のあー怖い双葉さん。ちょクロリクロリクロリ。双葉さん怖いだ。あちょちょあたるにさん。あ双葉さん怖。いや絶対。いや怪しいぞこれちょっと待って置いてかないでタロリンさん置いてかない双葉さんがめっちゃ追ってられんなあー怖いあー怖かったいや今の怖いなここやろっかフューズガチャコンってやればいいやつだよね OK はいであとはエレクトリカルかな今言ったのは博士も怖いんだよな言うても何これどんくらいの距離感後ろから来てんの誰でも博士レポートあーこれ誰あでもこれ博士あこれ行っていいかなこれ止まんのかなやっていいうわー ミドピー今ちょっとあの怪しかったのがはい博士が来たんですよ死体現場の方から
はいはい、うんうんうん、なんで、はいはい、かなりの黒寄りかなって思うんですけど僕的には。分かんない、見てないよ、うん、2人とも見てないな。ちょっと私いいですか。はいはい、はい、あのさっき、はい、緑の死体を見てミヤちゃんがそこで立ってるの見たんですけど、はい、そことちょうど通り過ぎた時に、はい、なんかミヤちゃんが少し考えてるような、ちょっと動いて、あ、考えて通り過ぎてから、いや、まあでもそれは周り見なあかんから、まず周りに誰がおったか見たいから。そうそうそう、そういうことか。 それはしゃあないです。そこやるのは、うんうんうん、え、これ結構みんな左寄りにいましたもんね。そうね、リアクター寄りやったね、みんな。マイコさん、サバちゃん、リッタンが3人で行動してるのは見てて、で、監視カメラでそれをずっと見てて、ただ監視カメラでミドさん見てなかったんよね。あー、ご覧かったよ。あー、なるほど。これも結構腹立つ。てか、これちょっと聞いていいですか。はい。どういう状況ですか、今。ブーブーってなってる時に、僕が、みどりさんの死体を見つけて、レポートしたっていう感じですね、うんうんうん、私はそこでクリアしてて、当てて酸素やってましたね、博士は。それだけ見えて、うん、タロニーさんと博士がいた感じですか。そう、タロニーさん、双葉さんがいたで、うん、いたんで、私は上行こうと思って、うんうん、はははは。でも博士と双葉さんが若干行動が被るパターンが多いよね、もし、ね、序盤のあれからしてもちょっと二人怪しめかなって。でも最後博士会ったの今回最後だけですね、うん、それ以外は会ってない。なんかどさくさに紛れてミヤッチが自分でやって自分でやってるみたいな感じで。あ、これはもう博士一択でいいって思うんですけど、ね、なんで。そこ絞ってくるのちょっと怖い。それ絞ってくるのはちょっと怪しい。だって最初みどりさんに僕白出し確認してもらってましたもん、うん、それでカフェテリアで行ってるんですか。なんで僕そうなんだ、博士でいいと思うんですけどね。違うよ、スキップしよう。え、マジ？これはほぼほぼ確定だと思うんですけど。グッドラック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 。ほら。いや、だってね、みんな左寄りにいて、博士、右から来たもんね。あれ？今、なんて出た？人狼の数。見てなかったけど。今、1ってなった？見てなかったよ。でも、ちょっと見てなかったからあれなんだけどね、サバイバーっていうか普通の村人陣営だったらさ、もうちょっと否定してくれてもいいと思うんだけどね。ごめん、今俺先輩してたら本当博士すまんだわ。いや、でも博士だと思うんだけど、今ちょっとどっちだった、マジで。今確認する術ないのかな。しゃあねえな、これをマックスにして。オッケーオッケーオッケー。え、マジよし。早いですね。いやー、あれかな、すまん。いや、扉閉じられたんで。あー、誰か死んでないかな。私も閉じられてましたね。扉閉じられたから、やばいと思って押したけど、早かったか。なるほど。早かったか。あ、そういうことか、そういうことか。すまん。結構僕さっき双葉さんつけ回したんですけど、はいはいはい、いやでも分かんない、うん、3人おったからあの時。いやでも序盤割と2人っきりっぽい時も何回かあったんやけど、それでも殺されんかったから、うん、でも地味ないい距離感やったからな。私今回結構いろいろいたんで全然情報が出せないんですけど、うん、結構みんなで固まって閉じ込められてました。そうですね、固まってました、うん、エレクトロのところの近所でみんなで、うんうん、なんかリッタンが仕事してるかなみたいなところは後ろから見てて、うん、それをキャンドルのところか、タロリンさんか誰かと一緒に、あ、いたかなって感じだって。誰か今確定できるやつとかってあるんですか。藤宮さんが何やったんでしたっけ。白だと思うんですけど、序盤にほぼほぼ白。でもそうですね、死んでる人たちの白照明だけやから。まあそうですね、他の人。いや、藤宮さんが初っ端の停電する前に作業してんのを見たんですよ。おで、その上何の作業ですか。ほんまにカフェテリアですさっき、でかいとこの、うん、右上とだな、うん、そうそうそう、最初のなんか作業をしてて、でその上で僕何かじゃないんですね。
そうですね、見えないですよね。まあ、立ち止まって何かしてたなってぐらいの。そうですね、でもその上で僕、長いタスクやってたんで、その間殺されんかったのは、割とでかいかなとは個人的には思ってるんですけど。なるほど、なるほど。まあ、白寄りっていう。まだ、そうですね。そうだ、まだ仕事してるの見てないのが、タロリンさんと、双葉さんと、YDさん。そうです、自分してんのサバさん見てへんかった。てるそうなんですよ、ね、てかタスクそもそも全然終わってないんで、そうタイミングがなかなか、タスクもちょっとやっていかないとですね。なるほど、スキップします。スキップですね、グッドラックで。グッドラックで。いや、僕が白寄りっていうのが逆に狙われる要因にもなり得るんで、あんま一人行動しない方がいいのかもしれないな。あ、てかワンってなってるね。あ、じゃあやっぱ博士だったんだ。あー、閉められた。みんないる？みんないる？よかったよかった。何このユーズっていうのは何ができるんだ。あー、いたいた。クロリンも多分白だと思うから、クロリン見ててほしい。ここで仕事ぶりをクロリンに見てもらう。クロリンが黒じゃなければ、クロリンが黒じゃなければ、あ、これでお互い多分大丈夫だと思うんだよね。ただ人数少ないか。あ、タロリンさん怖い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 。タロリンさん怖い。タロリンさん怖いぞ。ちょっと待って、これでみんなと一体合流したい。これはまあ左下だけど、ちょっともうタスクもやっていかないとあれだから。今タロリンさん一人だったのもちょっと怪しいな。ちょっと他の人に任せていいかな。任せてる間に、ああ大丈夫だよね多分。うん、タロリンさん、まあ今の距離的にどうだったのかな。やれる距離だ。何これ、どうやってやんの。どうやってやんの。あ、簡単で、僕のタスク終わっちゃったよ。僕のタスク終わっちゃったな。で、閉められた。これタスク終わったらひたすらもう O2 とかにいた方がいいのかな。まあ、それかも、みんなが結構左寄りにいるっぽいんで、ちょっと目撃情報。あ、じゃあ閉められてる。閉められてる。いやー、ちょっと誰か死んでそうだな。うん、怖い。死体をいち早く発見することはできるかな。ライト、あー、死体、そりゃあー、デラボディー、あー、見つかったやつか。タロリンさんとリッタン、あ、セキュリティで多分タロリンさんが死んでました。あー、なるほど、タロリンさんも一緒にいたんですけど、それ以降見てないな。残り1人ですもんね、人狼。残り1人。そうですね。YDさんは見てくれましたよね、はい、あれ。見てましたね。見てましたね。じゃあもうこれ、何をですか？双葉さんやと思う。体スキャンしてるとこを YD さん見てもらったんですよ。そうそうそう。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。で、藤宮さんもしょっぱな白だし、ね、俺の中ではしてるんで、完全私は白って言うしかないので、ここで間違えるとパワープレイがいけるんですかね。です。いや、まあでも、なんで間違え、YD さん他になんか情報ないですかね。ここでスキップする方が危ない。そうですね、ここで。正直、双葉さんかなって思うんですけど、僕は。いや、もう私は ID さんしかないので、そうなると。そうですね。藤宮さんはだってもう白のやつやったんですだけ、うん、です、ね、で、サバさんもやってんの見たんですもんね。はい、YD さんは、その時 YD さん、サバさん周りに誰かいました？他に、YD さんの他に。いや、他にはいなかったっす。そこ、そっか、いなかったなら倒せるって話ですか。で、だいぶ長い間、YD さんとおったんで、その後自分多分仕事してるとこもサバさん見てくれてると思う。見ました。で、僕、今回見てないのは唯一サバさんだけなんで、ごめんなさい、僕、双葉。これはもう双葉さんでいいと思うんですけど。いやー、これはだってもう YD さん、YD さん入れましょう。おかしい、おかしい、もう。いや、私はだってね、ずっと仕事してたんでね。自分で入れたのさ。人が。あー、やったー。よし、おめでとうございます。よかったよかった。いやー、よかったー。ナイスです。ナイスでしたね。